地図を眺めて、寺田虎彦、当世者は尽くし、で、安いものを列挙するとしたら、その筆頭に挙げられるべきものの一つは陸地測量部の地図、中でも五万分一地形図などであろう。一枚の大化十三線であるが、その一枚から我々が学べば学び得られる有用な知識は到底金銭に換算することのできないほど貴重なものである。 今仮にどれかの一枚を絶版にして、天下に散布されたあらゆる標本を回収しそのただ一枚だけを残して他はことごとく焼いてしまったとしたら、その残った一枚は少なくも数百円、相手により場合によっては一万円でも買い手があるであろう。一枚の五万分一図用は、緯度で十分、軽度で十五分の地域に相当するので、その面積はもちろん緯度によって違うが、 例えば東京付近でざっと27ホーリ、台湾では約31ホーリ、カラフトでは約21ホーサトぐらいに当たる。この1枚の地形図を作るための実地作業におよそどれだけの手数がかかるかと聞いてみると、地形の種類によりまた作業者の能力によりいろいろではあるがざっと300日から400日はかかる。それに要する作業費が2、3000円であるが、 地形図の基礎になる三角測量の経費をも入れて勘定すると、一枚分約一万円ぐらいを使わなければならない。その他にまだ計算、整理、製図、製版等の作業費を費やすことはもちろんである。それだけの手数のかかったものがわずかにコーヒー一杯の代価で買えるのである。最もものの価値は使う人次第でどうにもなる。 地図を読むことを知らない人にはせっかくのこの地形図もほぼ同様でなければ何かの包み紙になるくらいである。読める人にはアッシリア文はかすりの模様と同じであり、サンスクリット文は牧場の垣根と別に変わったことはないのと一般である。しかし、地図の言葉に習熟した人にとっては、一枚の図用は実にありとあらゆる有用な知識の宝庫であり、 最も忠実な助言者であり相談相手である。今、仮に地形図の中の任意のちょっと角を取って、その中に盛り込まれただけのあらゆる知識を我らの。日本語、日本訳しなければならないとなったらそれは大変である。投稿線ただ一本の曲折だけでもそれを筆に尽くすことはほとんど不可能であろう。それが、地図の言葉、 で読めばただ一目で土地の高低起伏、斜面の緩急等が明白な心臓となって出現するのみならず、大床道路の連絡、山の小立ちの模様、高地の分布や種類の概念までも得られる。自分は汽車旅行をするときはいつでも20万分1と5万分1との沿線地図を用意していく。遠方の山などは20万分1でことごとく名前がわかり、 付近の地形は5万分一と車窓を流れる通し図と見比べてかなりに正確で詳細な心臓が得られる。しかしもし地形図なしで、これだけの概念を得ようとしたら、おそらく一生を放浪の旅にしようもうしなければなるまい。この夏新州星の温泉から小瀬温泉まで散歩した時途中で道の分かれるところに一人若い男が休んでいたので、 個性はこちらでいいかと聞くと、それでは反対で白糸の滝へ行ってしまうという。どうも変だと思って5万分一に相談してみるとやっぱり自分の思った方が正しい。それで構わず地図の教える通りに歩いていくと、後から先ほどの若い男が駆けてきて、ちょっと勘違いしました、どうもすみません、と言って駆け抜けていった。 個性言ってみるとその男はもうちゃんと宿屋に収まって子供とピンポンをやっていた。人間は勘違いしたり、恋に騙したりしても、五万分一地形図はいつも正直である。たまに、万に一の地図の誤りを指摘して小言を言う小塚があるにしても陸地測量部地形図の信用は小揺るぎもしないであろう。ただ一番面喰らわされるのは、 東京付近などで年々新しく開設される電鉄軌道や自動車道路がその都度記入されていないことだけである。東京付近へドライブに出るとき気のついたことは、大抵の運転手が陸地測量部地形図を利用しないで帰って傍観で売っている不正確な長官的地図を使っていることである。どうも地形図の読み方をよく知らない運転手が多いらしい。 しかしまた前期のように地形図がアップツデートでないためもあるかもしれない。地形図の価値はその正確さによる。昔ベルリン留学中華の地の地枚学教室に出入していた頃、一日 T 教授が、面白いものを見せてやろう、と言って見せてくれたのは、品の墓地の地形図であった。やはり20メートルごとぐらいの等高線を入れてあったが、 それが一見してほとんどいい加減なデタラメなものであるということが分かった。東光線の屈曲配布にはおのずからな正則があっていい加減なものと正直に実測によったものとは自然に見分けができるのである。その時に通説に感じたことは日本の陸地測量部で地形図政策に従事している人たちの真面目で忠実で物をごまかさない頼もしい精神のありがたさであった。 ほとんど人石二等な山の中の道のないところに道を求めあらゆる危険を犯しても一本の線にも偽りを書かないようにというその科学的山と魂のおかげであの信用できる地形図が仕上がるのである。そういう新産を舐めた文化の貢献者がどこの誰かということは測量部員以外誰も知らない。登山流行時代の今日スポーツの立場から検査を極め、 未踏の地を探り得てジャーナリズムを賑わしたような場合でも、実は古い昔に名の知れない測量部員が一度はそこらを縦横に歩き回った後かもしれない。上には上がある。測量部員が誠に人石未踏と思われる深山を歩いていたら錆び朽ちた一本の尺状を見つけたという話もあるそうである。地形測量の基礎になる大事な作業はいわゆる一等三角測量である。 いわゆる気線、ベースラインが土台になって、その上にいわゆる一等三角点網を組み立てていく、これが地図の骨格となるべき鉄骨構造である。その網目の中に二等三等の三角網を張り渡し、それに肉や皮となり造作となる地形を盛り込んでいくのである。この一等三角点にはみんな高い山の頂上が選ばれる。その理由は、 各三角点から数十キロないし100キロの距離にある隣接三角点への見通しが効かなければならないからである。それだから、三角測量に従事する人たちは年が年中普通の人は滅多に登らないような山の頂上ばかりを探してあちらこちらと渡って歩いている。そうして天気が悪くて相手の山頂三角点が見えなければ、幾日でもそれが見えるまで待っていなければならない。 関東震災後の復旧測量では、毛梨山頂上で28日間頑張って天城さんの頭を出すのを今か今かと待っていた人がある。古いレコードでは70日というのさえある。測量を始める前には、まず第一に三角点の位置を選定する選定作業が必要である。 三山の峰から峰と一つ一つ登っていってはそこから100キロ以内の他の広報との見通しを調べて歩くのである。一点を決定するのに平均2週間はかかる。そうして三角点の配布が決定したら、次にはそこに矢倉を組む増標作業がある。場所によっては遠い下の方から材木を引き上げなければならず、また見通しの邪魔になる樹木を切らなければならない。 これにも一点に約2週間はかかる。櫓ができたら少なくも1年は放置して構造の狂いを十分に落ち着かせてからいよいよ観測にかかる。一点における観測作業に天気が良くても2週間ぐらいはかかる。技師一人技手一人と測量人不物なないし10名ぐらいの一行でテント生活をする。場所によっては水汲みだけでもなかなかの大仕事である。 食料は米味噌、その他にワカメ、切り干し、塩魚などは贅沢な方で、缶詰などはほとんど持たない。野菜類は現場で得られるものは利用する。カラフトでは色々な植物を片輪から試験的に食ってみた人もある。渓流で小魚をつかみ取りにしたり、野獣を射止めて思わぬ珍味にありつくことも折々はあるそうである。北海道では熊に脅かされたり、 食糧欠乏の難場で肝心の貯蔵証拠の山のおじさんに略奪されて2、3日絶食した人もある。道を求めて滝壺に落ちて危うく助かった人もある。暴風にテントを飛ばされたり、落雷のために負傷したり、その他山崩れ、洪水などのために一度や二度姿勢の境に出入しない測量部員は少ないそうである。 それにもかかわらず技術館で生命を落とした人はほとんどないというの廃墟多年の経験による周到な準備と注意によるものであろう。技術館に随行する即オットというのがまた隠れた文化の貢献者である。ただ一人山頂の矢倉二階消機ヘリオトロープを守って、時事国国に移動する太陽の高速を反射して数十キロメートル彼方の観測点に送る。 それには多年の修練によるデリケートな神経と筋肉の作用を要する。この即夫の熟練の遺憾によって観測作業の進捗が支配されるのである。ある時向こうの山頂の解消器がいつまで待っても光を送らない。信号をしても返事がない。行ってみると矢倉から落ちて死んでいた。三山にただ一人だから行ってみるまでわからなかったし、 死因も全然不明であったのである。最も大規模な測量の例としてはこんな場合もある。台湾の中央山脈を測量した時などは、万人120名巡査15名を従い軍隊組織で行列切りに渡り、4日間の露洩をしたそうであるが、これらは民間登山家などには味わうことのできない一種の天国行軍であろうと思われる。とにかく、 これだけの観覧シンによって一等三角網が完成される。これを基礎としてそれから二等三等三角網が張り渡され、それを目標として極部極部の地形測量を仕上げられるまでの行きつは、およそ素人の想像に余るものであろう。地形測量をする測量範囲が新山遊国をさまようていく日も人間の匂いを嗅がずにいて、 やっとどこかの三角点の矢倉にたどり着くと、なんとなく嬉しさと懐かしさに胸を躍らすという話である。この一時だけでも、この仕事の生優しいものでないことがわかるであろう。自分はずっと前からこの世に知られていない文化の貢献者を何かの機会に世間に紹介したいという希望を持っていた。 そうして当局者の行為で主要な高山における三角点の観測者の名前とその測量年度を表記したものを手にすることができた。しかし今ここでその表の一章部分でも載せることは紙面の制限下見到底許されない。それでここではただ現在陸地測量部地形図の恩恵をこむりながらそれを意識していない一般の読者に、 そうした隠れた貢献者が一枚一枚の図用の背後に存在することを指摘し注意を促すより他に道はない。近年になってまた日本の陸地測量部は一つの新しい方面で世界の学会に偉大な貢献をするようになった。それは同一地域の三角測量や精密水準測量を数年を隔てて繰り返し、 その前後の結果を比較することによって我らの生命を託する地殻の変動を詳しく探求することである。近着のアメリカ地理学会の雑誌の評論欄に我が国の地球物理学者の仕事を紹介してあるその冒頭に、地殻変動の測定に関してはいかなる国民も日本人に匹敵するものはない、と書いてある。 この重要な研究の基礎となる実測資料は実にことごとく我が陸地測量部員の完結の結晶でできたものである。もっともこの測量には多大の費用がかかるのであるが、それは幸いに帝国学士院や原田関全会、服部ト法公会等の財団または若干特殊化の有力な援助によって支弁され、そのおかげで次第に観測資料が蓄積され、 その結果は我が国の上位な焦燥学者らの手によって蓄次に分析的に研究されつつあり、その研究の結果は現在世界の地球物理学者の注意を集めているようである。私は読者の中で国家百年の将来を思う人々があらば、どうかこういう国家的にも世界的にも意義の深い仕事に有形無形の援助を惜しまれないようにこの機会を借りて絶望する次第である。 人間が地上ばかりを歩いている間は普通の地図で足りるが、空を飛び歩くようになった今日では航空用の地図が必要になった。しかし、現在の航空地図はまだほんの芽生えのようなもので普通の地形図に少しばかり毛の生えたものである。しかし今に航空がもっともっと発達して、 空中の各層に縦横の航空路が交錯するようになればもはや平面的な図では間に合わなくなって立体的なあるいは少なくも立体的に代用される特殊な地図が必要になるかもしれない。空中ばかりでなく人間の交通範囲は地下にも拡張される傾向がある。関東大震後に私は首都の数曜部をことごとく地下に埋めてしまうという方法を考えたことがある。 重要な管賀や公共設備のビルディングを地上100尺の代わりに地下100尺あるいは200尺に築造し、地上は全部公園と安息所にしてしまう。これならば大地震があっても大丈夫であり、敵軍の空襲を受けても平気でいられるようにすることができるからである。この私の夢のような案は当時誰も真面目には聞いてくれなかった。 しかし現に丸の内の元警視庁跡に建築されることになっている第一層後の新館は地下60尺に基礎を据え、地下室が視界になるはずだそうで、いわば私の夢の一端がすでに実現されかけたように見える。もしも丸の内の他の建物もだんだんに地底の第三基礎の堅固な基礎の上に樹立される日が来れば、 自然に建物と建物の格層相互の交通のために地下道路が縦横に貫通するようになるかもしれない。そうなれば丸の内の地図はもはや一枚では足りなくなって地下格層の交通を示す立体図が必要になる感情である。9月1日は帝都の防空演習で丸の内などは仮想敵軍の空襲の焦点となったことと思われる。演習だから良いようなものの、 これが本当であったらなかなかの難儀である。しかし、もしも丸の内全部が地下百尺の七層街になっていたとしたら、また敵に狙われそうなあらゆる公共設備や工場地帯が全部地下に安置されており、その上に各区の諸所,所に適当な広さの地下街が配置されていたとしたら、敵の空軍はさぞや張り合いのないことであろうし、 市民の大部分は心を休んじてその職にき枕を高くして眠ることができるであろうと思われる。もしそうなれば、東京の地図が一枚で足りないという面倒ぐらいは我慢しても誰も小言は言わないであろう。これは今のところでは一条の夢物語のようであるが、実はこの夢の国への第一歩はすでに踏み出されている。 そうして昨今国民の耳を驚かす非常時非常時の呼び声は一層この方向への進出を促すように見える。東京自然部の地図が美しい大公園になってそこに運動場や休息所がほどよく配置され、地下100弱200弱の各層には整然たる街路が発達し、 人工日光の照明によって生育された街路樹で飾られている光景を想像することもそれほど困難ではないように思われるのである。復帰陸地測量部の作業に関する項は地遊義士梅本と与吉氏の談話によったが、もし語気があったらそれは筆者の聞き違えである。昭和9年10月、東京朝日新聞。定本。寺田虎彦,彦随筆集第五巻 小宮豊鷹編、岩波文庫、岩波書店。1948、昭和23、年11月20日第1ずり発行。1963、昭和38、年6月16日第20冊開版発行。1993、平成5年10月15日第61冊発行。入力、田辺広明。 構成、加藤香織。2003年5月18日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ www.auzera.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成、制作に当たったのは、ボランティアの皆さんです。